はい、こんにちは。マイケル太郎です。今日は、明日、受験本番を迎える皆さんに対して、僕から一つですね、まあ、応援コメントというか、まあ、ちょっと本音話をして、皆さんがちょっとでも楽になってくれたら嬉しいなと、思っております。で、今日、僕がお話しするのは、一つです。明日、何が起こっても、君は大丈夫。これをお伝えしたいと思います。なぜかというとね、人生は何回だってやり直せるからです。まあ、こう言っても、お前が言うなよと言われるかもしれないんですけど、僕は、まあ、今ね、こうやって皆さん今前期、明日前期で死んでも面白いかもしれないけど、僕ももうそういう人だったんですよ。で、しかも僕は特攻気味だったんですよ、元気の時。特攻気味で、もうなんか、どうするかなんやろうとか思いながらね、もうなんか勉強全然しなかったんですよ。で、さらにね、まあ、1日目の数学で爆死しまして、で、爆死してね、で、慣れて、本当は、まあ、なんか前期無理だったら後期頑張れよって話じゃないですか。頑張らなくてね、なんとしかもね、後期のね、国公立の入試、僕行くのやめたんですよ。ブッチしたんですよ。なえて、寝坊とかじゃないですよ。なえて、もう全然勉強しなかったんですよ。もう嫌になったんですよ。で、ボーンってなったんですよ。まあ、飛ぶっていうやつです。で、まあ、飛んじゃって、多分3月20日ぐらいまで僕機能停止してたんですよ。1ヶ月ぐらい前期終わってから機能停止して、まあ、そこからもう、浪人しようかと思って、ようやくそこから頑張ろうって気になれたんですけど、まあ、そんなやつなんですよ。もう全然だったんですよ。だから、皆さんの気持ちすごいわかるんですよ。そんなこと言われてもしんどいし、みたいな。人生やり直せるって言われてもやり直せるかって思うし、ってめっちゃわかる。ただな、僕も、いっぱい失敗を経験してきたし、今自分でちっちゃい塾をやらせてもらってるけど、まあ僕の、まあ思いとして、そんなになんか、大きいやつをやるというよりかは、まあ一人一人に向き合って少数制でやりたいっていう気持ちがあるから、まあそんなにガーっていくのを目指すっていうのはあまりやってないよね。それよりかは、マスマップだったりとか見てもらったらことある人はわかると思うけど、正しい勉強をちゃんとやってほしいって思いがあるから、それをやり続けていく。だからすごくしんどい、なんか厳しい条件を自分に与えてる感じはすごくするよね。結構自由に、それはさ、やろうとできんねんけど、すごく厳しい状態で戦うことを自分に課してる。で、これってあんまり良くないんじゃないかなとか思いながら、日々苦しみながら僕も生きてるんよ、実はね。で、そういう僕もね、思うよ。なんかすごくキラキラしてる人とか見て、うわぁ、なんかなんで僕はそうできないんだろうとか、すごく苦しんでる。で、これ僕思ったよ。運だと。大学受験もさ、まあ、就職とか僕、まだしたことないから分からないけど、それは受験とかさ、全部、運の要素って言ってあるじゃん。大学受験分かりやすいんよ。勉強が好きな人ってのは得意になるから、同じ勉強時間でも楽に点が出るんですよ。これ当たり前ですよ。音楽がめっちゃ好きな子っていうのはあんまり受験向いてないんですよ。もうその時点で才能一定関係するよね。まあ、運関係するよね。まあ、才能は運だと思うから、関係するよね。正しいんよ。だけど、社会とか、まあなんか、ご両親とか周りの人たちは、その運良かった人をなぜか、運がいいというかは、すごい頑張った人として褒めるじゃない。まあ、学校とかでよく思ったと思う。あいつ勉強好きなんや。数学好きや。数学できて当然やと思うけど、なんかめっちゃ先生とかがすごい君はよく頑張ってるっていう。頑張ってないよ、本人。得意なだけやから。でもそういう社会構造じゃない。だから僕らみたいな苦手、不器用なタイプはさ、結構大変じゃない ?10 代前半とか、10代後半とか、ずっと。前半大変じゃないですか、若い間。今も死んでは面白いと思うんだよな。で、僕も、自分の塾で見てて、まあ、今年の子とかだったら、今年の夏にね、利点したいですって言って来てくれた子がいて、で、利点だから無理系も完全ゼロからなんやけど、でもね、共通テストの本番 92% とか取ってるんよね、その子。そこまでガッて、まあ、それは、自分で言うのもなんだけど、うちの、まあ、スマップとか、まあ、ああいう教材の威力も多少はあると思うけど、やっぱりその子、頑張ったよね。そういう努力すごいできる。僕はその子を見てて、あ、僕とは違うなってやっぱり思ってしまった。逆に、僕の教え子でね、まあ、医学部2年ぐらい浪人して、受かった子ってのもいるんよね。で、その子はね、本当に勉強しなかったんよ。一週間何もしなかったこともあったんよ。で、なんか僕は聞くじゃないですか。なんでって言ったら、いや、なんて、そもそも、私は医学部に行きたいのに、なんで、医学以外の勉強を高校の間に全く関係ない。古文、漢文、なんでこんなことをやらされないといけないんだ。私は医学の勉強今すぐしたいのに、それなら頑張れるのに、まあ、すごく思ってる子多いと思う。そういう苦しみを吐いてた。吐露してて。で、僕と一生懸命対話して、それでなんか自分の中で心の整理がついて、なんとか勉強、徐々にできるようになった。でも、それだからスピードは遅いよね。さっき言った、まあ、今年の僕の生徒よりも、勉強のスピードは絶対遅いし、身につくスピードも遅かった。でも、しっかり時間をかけたから、医学部には最後合格してくれて、今は医学の勉強しかせんでよくなったから、すごく楽しそうにやってるから、こうだったのが徐々にこうなってるなっていうような感じは僕は見ててすごく思うし、まあ、本当にそういうもんだと思う。で、あの子に関しても僕は上がっていくのがちょっと早い、運のいいタイプなーって僕は見ながら思う。まだ僕は全然自分としてね、まあ、こういうとあれかもしれないけど、全然上がってると思ってないし、自分でもなんか、まあ、上がると思う。僕普通に医者やればいいじゃんってよく言われるよ、本当に。周りのから。でも僕としては違うんだよ。僕としては全然それはいい選択じゃないし、僕はこの医者になればいいじゃんって言われたらすごく若干憤りを覚えるぐらいのことがあるんよね。まあ話すと長くなるからしないけど、僕は一時期本当に医者になろうと思った医者に一時期ガッとコミットしたことがあって、ただそれで明確に医療の問題点を見つけて教育現場に戻ってきたっていう経緯があるから、
明確に違うなと思ってるんだけど、まあそう言ってくる人が多いし、まあ僕はなんか休学しますとか言ったら、まあまあ基本的に否定ばっかされるよ。受験でもさ、落ちたら否定されるじゃん。もし成績があると怒られるでしょ。あんな感じ。まあ、割とひどい版みたいな感じかな。になっちゃうけど、でも僕は再挑戦をやめたくない。さっき言ったリトライをやめたくない。僕は受験そこまでうまくいかなかったと思ってる。だから別のところで再挑戦したい。大学の勉強で一個挑戦してみた。さっき言った話だ。いいように一回コミットしてみた。で、僕の思ってるものは無理だった。リトライしたい。次こっちに行きたいんだよ。今リトライなおなんだよ。で、ずっと頑張ってるよ。全然うまくいかない。しんどい。でも、僕は、さっき最初の話。人生長いし。で、見てて、まあ、なんかこう言ってる人でも、調子乗ってヒューってなる人も言っているじゃない。だから僕は人生の最初は別にこうだ。たまたまそうなんだけどね。生まれ持って。たまたまだと思うよ。みんな勉強嫌いなのもたまたまだと思うよ。たまたまこうなんだったら、それを生かしてやろうじゃないかと。まあ、こうなんだけど、将来上がるまでひたすらリトライをやめないでやろうじゃないかと。そういう風な、皆さんも仲間になっていただけると嬉しいな。そういう気概を持って、明日なんか受けてくれると嬉しいなと僕は思います。で、最後にですね、僕から伝えたいのは、僕の一つの後悔としては、前期試験、失敗してしまって、自暴自棄になって後期行かなかったことなんですよね。で、再度勉強を浪人で、開始するまでに、1ヶ月ぐらいかかっちゃったことなんですよ。で、なんでかかったんかっていうと、僕、一人で悩み込んでたんですよ。誰にも頼らずに。ちょっと僕、そういうところがあって、それが良くないなと思ってるんですけど、あの時に、まあ、なんか、さっと相談なんかしたら、もうなんか、2日ぐらいで、よし後期頑張ろうって言ってリトライできて、まあ、それが後期が無理だったとしても、まあ、5ヶ月無理だったと思うよ。だけど、浪人の時にね、もうなんか、1ヶ月弱ぐらいさ、勉強してるわけじゃない。早くリトライするってことは。僕、自暴自棄になって放置したんで、2月の前期試験終了後からそんな勉強してないよ、1ヶ月ぐらい。まあ、それって明確な差になるじゃない。次の年の受験に。ってなっちゃうんで、もし、なんか明日あって、なんかちょっと自暴自棄になりそうだとか、あったんだったら、ぜひですね、まあ、僕らのところに相談来てほしいなと思うし、僕らはですね、もう、まあ、少数生の塾と言いましたが、なるべく浪人とかを経験した先生たちっていうのをなるべく僕が取るようにしてます。あんまりこうなってる人がね、こういう苦しんでる僕らみたいなタイプを教えちゃうと、僕は受験の経験としてあったんだけどね、自分が、生徒の時、うまく話が合わないっていうのがあったので、なるべくなんか苦しんでる子たちをきっちり話聞いて支えて一人一人と向き合うっていうのをやりたいと思っているので、まあ、そういう、先生方がいっぱいいらっしゃるので、ぜひ気軽に相談してやってください。では、最後に、明日、本番を迎える皆さんに、まあ、応援コメント最後一言だけ残そうと思います。明日みんなに得意な分野問題今日、昨日とか勉強した問題そのまま出ますように。では、頑張ってください。